が整いました。はい、スーパーの特売日と書けまして、はい、竹の汚れが落ちないと書きます、はい、その心はどちらも。お疲れ様です。お疲れ様です。今何をやっているのでしょうか。今は、はい、竹の根っこを、はい、運ぼうとしてるんですけど、重そうだね。うちがすごくて重くてなかなか運べない。本当だ、だいぶ土は、うん、以上土だから。そうだね、これを本当なんとかしたいなと思って、はい、どうしようかなと考えたところ、いいアイデアを思いつきました。お、これを高圧洗浄でバーってやれば、うん、土が落ちて根っこだけになるんじゃない。確かに。それで竹の根っこの芯の姿があらわになりました。おー、土で隠されてたり、これだとね、処分するときとかだったり困るから、もしかしたらこう綺麗にしたらめちゃめちゃかっこよくて残そうってなるかもしれないし、なんならね、確かにね、洗ってみないとわからない。そうだね。というわけでこちら高圧洗浄機を今回も使っていきます。これとか双子だと、うんとすごいね、これ。とりあえずここにある山を今日は洗浄したい。そうだね、どんぐらい落ちるかね、これ本当に。うん、これでね、はい、お願いします。強い、しっかり落ちる。竹の根が強い。嘘、竹吸い取られてるよ。水を吸って余計に重さがアップしちゃったりして。マジでなんか落ちてんのかな。表面はもう綺麗になってる気がするけど、確かに結局なんか密度が変わらない。これが竹の姿ってこと。こういうもんってこと。持ってみてどう、重さは。あんまり変わらない。嘘。なんかやっぱ水をこうやっぱ吸ってくよ。うん、もれめちゃ吸ってる。普通ならさ、うん、この石にやるとさ、うん、汚れがこう弾け飛んでる。そうだね、土が落ちて綺麗なこう石って形。うんうんうん、これはなんか吸ってってるもんね。ほら本当だ。だから多分結局土密集しすぎてて、土が逃げ場がないっていうさ、土の。ほんと竹やらしいね。ここら辺やってみればわかるかな。これ結構土ついてる感があるじゃん。ああ、まあそれは確かに結構土ある。おお、かなり軽くなった。これさ、あれすればいいかも。落ちにくいのは割って斧で半分に割って、それでそっからさらにまたやる。ああ、確かに確かに。そうすればどん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 、うん、割れる割れるよ。
ちょっと冷たいよ、なんか。あれ、なんか、今わざとじゃなかった、なんか。怪しいな。誤射だ。あ、誤射。しょうがないね。よし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 。はい。はい。仏の顔も三度までって言うからね。いや、当たってないじゃん。当たってないじゃん。当たってないやつやん。うん、まあまあ、確かにね。で、ちょっとこっちの方やったっすよ。その間に俺ここのさ、ワッとしてさ。頼むよ。逆にやりがいはありそうだけど、全く歯が立たないってことがなしでもいい。吸収される。監督、濡れちゃうよ、監督。監督さん、いらっしゃいませ。でも監督、それ以上近づいたら危ないから、そこにいてね、監督。ね、今日はちょっと危ないよ。びしょ濡れになっちゃうよ。こうすると意味はあるな。全然違いますよね、こっち。かけた側とかけてない側。しっかり土が落ちてる。よし、あれさ、暑くなってきた。暑くなってきた。おー、寒さが和らいだね。もう斧の扱いには慣れたもんと、もう己の腕のように扱える。なるほどね。何これ、双子だけだと思ってたら三つ子だけじゃん。え、1、2、3。え、その裏に、うん、
ほんとだ、三つ子だけ、それはどんだけって言われる。トモのじゃれはもうダメっていう。水遊びしてる。ん？洗浄するふりをして水遊びしてるじゃないでしょうね。今涼んでただけよ。あくまでね。涼むことも許されないのか。熱中症に なればいいんだね。水分補給もせず、涼むこともせず作業をやれっていうことだね。ちょっと拗ねちゃったね、弟が。大丈夫、水飲んだ方がいい。ちょっと水分補給こまめにしよう。これで、熱くない？それ、ちょっと脱いだ方がいいかもしれない、一回。で、熱くあったら、疲れたら、そこでちょっと休んで、深呼吸して、やっぱ。でもかなり綺麗になった。いや、ほんとよ。一回、そこの、持ってみ。めっちゃ軽くなったよ。これとか？うん。うん。ほら。軽々持てる。天使の羽ぐらい。うわこれを重っ。いやー、なにこれ、どうなってんのこれ。巨大な土の塊じゃん。なにこれ、どこがあれかもわかんないし。うわ、こんなん、これで大苦戦してんのに、これだか。大工さんでも大苦戦。ここではもう落ちたじゃん、ある程度、うん、邪魔だから向こうで運んじゃう、これは。ああ、そうね。例えば場所が空くから。整いました。スーパーの特売日と出まして、はい、竹の汚れが落ちないと言います、はい、その心はどちらも洗浄。あー、もうなるほどね。確かに確かに。地面がぐちゃぐちゃになってきた。本当だね。そのまいましたはい、僕たちの YouTube 活動とかけまして、はい、パチンコで負けたいとこと、はい、その心はどちらも後悔するでしょう。なるほどね、はいはいはい、整いました。はよ、今のいとこの整いとかけまして、はい、フェリーと解きます、はい、その心はどちらも後悔するでしょう。あ、後悔と後悔ってことね、うん、整いました。整いました。はい、空とロゼとかけまして、はい、この竹を持とうとしてるいとこと書きます、はい、どちらもその心はどちらも持てるね。整いました。はい、
竹の根っことかけまして、はい、ラーメンと溶きます。その心はどちらも絡み合うでしょう。うわうまい。この作業にも関係しつつこの飛距離、言葉の掛け合わせのこの飛距離、やばい、一本取られたな。整いました。竹の根っことかけまして、はい、いとこと弟の勝負と解きます。はい、その心はどちらも勝ちなし。いや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 、勝ちはまあ毎回俺が勝ってるからね。勝ちあるよ。認めたくないな。えらいラブキは冴えてるんじゃない。なんか高圧洗浄機の朝からその水しぶき浴びて頭のキレが良くなった。整いました。はい、この火が出てきた今とかけまして、はい、そこにある竹と解きます。はい、その心はあったっけ。あったけ、あったけ。整いましたのかけてる言葉で竹って言っちゃってるし、くそー、これをなんとか割らないと運べないと思う。すごい、もうな、巻き割りのあの切り株を叩いてるのと同じか。マジで、かなり土を落とせたのかな。うん、そうだね。これでいくら分を下手すりゃ1000円分くらいは安く済んだ。うん、そうね、3本くらいなくなったから。うん、よし、減ってますね。まあ、初めての試みということで、本当にちゃんと落ちてくれるのかどうかも不安だったけど、うん、まあ、なんだかんだ割と落ちてくれたね。そうだね。まあ、こう、根が細かくて密集しちゃってるのはね、どうしてもやっぱギューってもう絡みついちゃってるから、うん、どうしようもないところもあるけど、まあ、斧で割ったりいろいろ工夫して、それなりに軽くはできたので、よかったんじゃないかなと思います。はい。はい。では、本日の作業はここまでです。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。